僕はやっぱバッティングが好きなんでバット握ってますね基本ずっと。やっぱりホームランも打てて率も残せてチャンスにも強い、はい、そこは最終目標です。中学校高校とプロと目標を立ててやってきてるんですけど、悔しがってるとか落ち込んでる暇あったら練習しろとは僕は自分の中で思ってやってますね。口だけな選手っていうのは山ほどいると思うんですけど、それをどんだけ行動に移せるかなっていうのは一番大事かなと思います。